めっちゃ緊張する。いきます。祝これ痛い。全然です。あ、そうです。すげえ。サワイアンチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルでさーしゃ。今日は控え気味の挨拶です。控え気味の挨拶です。本日なんですけどね、はい、ちょっとやん、はい、どうしたの。許してくれ。ついてこいとか言って、あの先もうこれ企業案件なんですけど、はい、あの僕脇汗がとにかくやばい。もうみんな知ってるよね今ね。知ってるし、皆さん知ってるし、うん、今暑くなってきたでしょ、うん、ね、ゲーム実況中ね、みんなには見えてないかもしれないけど、こっから、うん、雫が止まらないの。雫って滴り落ちるどころか、雫はちょっと綺麗だね。毎秒ごとにポタッポタッポタッって、あのゲーム実況部屋でやばいの。俺溺れかけてるの毎日。あ、実はあれ溺れかけてたの。溺れかけてるわけ。メインチャンネル遡ったら分かると思うんですけ ど一回ね、脇汗対決をしてるんだよね。してるんですよ。で、そこで脇汗王という称号を手に入れました。たった10分で、ちょうどその時も多分これ着てたのかな。ちょっと違うやつ着てたんだけど、10分でこれが色全部変わるぐらい汗を着てた。そう、たった10分。一回、今どう着てます、すでに。あの歩いただけ。挨拶しただけだから。挨拶しただけでこれです、皆さん。これですよ。とにかく汗がやばい。いや、もうちょっとこれは治療してほしいよ。さすがに仕事に支障をきたす、本当に。ゲームにも集中できないし、あの見てて気持ち悪い、正直。あ、自分自身俺が嫌だ。悲しい。心身ともにやられてる今。なるほどね。だから何としてでもこれ何とかしたいとね。命が危ないわけでしょ。危ない、溺れてるから。このままじゃね。で、本当にいろいろ当たりに当たって、はい、TCB さんで、なんか奇跡の気温。もうこれは脇汗をストップしに行きます。とんでもないよこれ。いや、奇跡でしょ。このタイミングで、このタイミングでもう完璧ドンピシャのタイミングでいただきました。これはもう感謝しかないです。本日なんですけど、はい、脇汗をストップする、ストップ施術を行います。マジでこれが、これが止められる、止まるんです。本当に、いや俺も分からない、やってみれば分からない。これ止まったらちょっともうニュースだよ。ニュースだよ。もうニュース、もうニュースだよこれ。だって脇汗をだからね、これを止めれたら本当に最強だよ。世界チャンプだよ。でも他にもね、脇汗悩んでる方いるかもしれないんで、ベスター多いかもしれないから、ね、僕があの代表して戦っていきます。頑張ってさ、ということで、はい、いきましょうか。しゃ、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サワさんとヤンさんですね、はい、じゃあこのご時世なのでマスクはしっかり上げていただいて、はい、アルコール消毒のいいですか、はい、ちゃんと病院なんであるんですね、はい、じゃあ僕がちょっとピュッとしましょう、はい、あ、うわ、すごいでかいね。斬新なタイプ、斬新なタイプで、東京中央美容外科新宿三丁目院長の村田と申します。村田さん、はい、よろしくお願いします。ビースケ先生で通ってるんですが、まあ大ちゃんで大丈夫ですよ。大ちゃん先生、大ちゃん先生でぜひよろしくお願いいたします。これなんですよ。もう早い。それですよね。実はオープニングから僕チラチラ僕の目線これなんですよ。もう先生も見られてたんですね。これだってもう上げる必要ないもん。もう見えてきて、見えてきました。もう覗いてるわ。先生が入ってきて余計出てきました。覗いてる、緊張した。出てますね。これはわざと濡らしてきたわけではないんですね。ではない。ただまあ一応、はい、あの目立つようにはしてあります。やっぱりグレーの服着て今日これを何とかしたくて、はいはいはい、これからまた暑くなってきて、まあ、僕、まあ、彼女もいますし、ちょっとこうご飯行く機会も増えてくる、はい、その時にこれじゃ確かにちょっとまずいんですよ。動画で見たやつだってなりますよね。そうなんです。脇汗を出たみたいな。あ、脇汗も、はい、もちろんです。脇汗も3回ぐらい。マジですか。マジですよ。話が早いですよ。面白い、通り越してがあります、正直。どうですか、こういった患者さんをどうですか、比べた時に。比べた時にやっぱりの脇汗を見るとさすが、だって T シャツ全部濡れてましたもんね。そうですね、濡れちゃってました。あれは編集して途中でバシャーでやったとかじゃないです。ガチでやるんです。じゃあ、あんなに高くてやっぱりボトックスは打っておいた方がいいかもしれない。あ、これやっぱ必要。家でだって編集してても、うんうん、これリアルに、ね、T シャツ編集だけですよ、はい、3、4枚着替えるんですよ。あ、マジっすか。気持ち悪くてマジのやつ。支障生活でも出ちゃってる、はい、支障をきたしちゃってる。いや、結構半端ないです。止まらないですよね、多分汗が、はいはいはい、ずっと出続けてるっていう。まあね、そういう人にさ、おすすめの施術があって、はいはいはい、脇汗を注射1本で止めることができる。そんなことない。注射1本あるんですね。1本です。1本で止まる。1本で止まる、はい、1本で止めれるお注射の名前が、まあ、ボトツクスって言うんですけど。ボトツクス先生、使われます。ボトツクスを脇に、はい、お注射するとこの汗の量、多分信じられないぐらい止まっちゃうと思います。そんなに止まるんですか、はい、結構止まります。へ、はい。
どういう原理なんですかそれって。ですね、原理に関してはすごく簡単に言うと、はい、汗、緊張した時とか、はい、運動した時に、はい、汗が出ろって指令する物質があるんですね、はい、アセチルコリンっていう物質なんですけど、はい、この物質が汗腺に働きかけると汗が湧き汗をモードになっちゃうんですけど、そのアセチルコリンが情報伝達するところをブロックしてあげるっていう注射なんですね。そんなことできる。じゃあ俺も無意識にそのアセチルコリンが伝達しちゃってんだよ。そうなんです。俺意識しないんだよ。チルコリン、チルコリン、チルコリン、汗ってチルコリンしちゃってるんで、止まらない、無意識に。それをもう止めちゃうっていうね。え、最強じゃないですか、はい、ビタ止めってことですか。ビタ止めです。ちなみに打っちゃうとちょっと湧き汗をの座がちょっと危なくなっちゃうかもしれない。僕にも勝ち目が出てくると。全然出てくる。第2回、はい、でもあの負けられないそれは。なおとつ VS 脇汗を、脇汗をぜひ第2回を今日ボトツクス打ったら、まあ、1週間ぐらい経つと聞いてくると思うので、はいはいはい、そこら辺でぜひボトツクス、じゃあ今日脇汗を打って、はい、で1週間後ぐらいにもう1回脇汗をあのヤンのリベンジ戦、あ、じゃあそれ後日また別の動画で戦う。俺はボトツクスハンデを追ってるから。そう、まあ、それで勝てないと本当やばい。それはちょっと俺にも責任ある。俺もちょっと練習しておきますね。、はい、ぜひ練習してください、はい、そしたらインスタライブやると汗出てくるんですよね。あ、そう。それもちゃんと見てます。あのちゃんとインスタライブ見てます。インスタライブ俺ないこっからしか映って、こっからもずっと垂れてるんです。垂れてるんですね、うん、それを完全に今日ブロックしちゃうので、あ、ぜひ楽しみ、ま、ブロックでブロツクス、はい、ブロツクでした、すいません。まだちょっとダルダル。なんか心配なこととか、注射ってまあそもそもちょっと世間のイメージで痛いじゃないですか、はいはいはい、でしかも脇って、はい、こう薬られたらこうくすったり出るぐらい神経集まってると思ってて、めちゃめちゃ鋭いですね。痛いっすよね絶対。あのすごくぶっちゃけた話、実際割と痛い方だと思います。いや、脇汗出ちゃう。今どうですか、脇汗出ました。チルコリンが、チルコリン出ました。あ、出ちゃってるな、これ汁つけるマジでやばいよ、これ汁つけるんですが、ちょっと一個ご安心いただきたいのが、はい、あの麻酔クリームっていうものがあるんですね。それあるんですか。それをガン塗りするとほぼ痛くなくなるっていう。安心安心。実際どうですか、痛み弱い。先生、僕、はい、麻酔も鬼効きにくい体質で、歯医者さんとか行くと、はいはい、毎回一般人3倍ぐらいぶち込んでもらうんですよ。なるほど。あの歯医者が出るときはもうここ全部麻痺ってます、はい、僕、はい、あ、そう、歯科医だろ、あーっつって。今日聞いたらもう間違いない。今日だからクリームもちょっと多めでお願いします。多めで、多めで。じゃあ4倍ぐらいいっておきましょう。4倍、本当にベタ塗りお願いします。4倍ぐらいベタ塗りでいっちゃいましょう。そしたら、ね、ほとんど痛みは我慢できるぐらいになるんじゃないかと。片方麻酔クリームで、片方なしでやるのと、どっちも塗るのどっちがいいですか。じゃあどっちも塗ってください。あ、そういうの、そういうの、そういう、そういう動画的なこといい。今日はちゃんとエンタメのこと考えて、考えてくれて、いい、いい、本当に、はい、僕は超痛いから、やった方がいい。今日は YouTuber だよ。いや、ごめんなさい、全部塗ってください。まあ、ただ麻酔クリーム塗ると本当にほぼ痛みはない状態でやっていると思うので、それでお願いします。はい、お願いします、はい、あと痛み以外なんか気になることとかないですか。でも特にないですけど、ね、はい、副作用とかは別にないですか。副作用は特に大きいものはないですね。で、これはメリットでもデメリットでもあるんですけど、時間経つと効果なくなっちゃうものなので、はい、まあまあ、もし汗やっぱかいた方が俺いい、俺らしいなみたいなところは打たなければ、まあ数ヶ月後にはまた戻ってくる、汗王になれる。わかりました。だから戻ることもできる。バッシャー王座なんかでいい。やりましょうか。早速やっていきましょうか。準備、汗ちゃんとかいてますか。いいですね、本当に。かいてます。アップ完了ですね。アップ完了ですね。来てる、来てる。まあ、とりあえずどうなるかはお楽しみということで、早速やっていきます、はい、じゃあ行ってみましょう。シャーオン。見てください、ちょっと潤ってるの分かりますこれ。失礼しろよ。うわっ、やべ、これすごい絵面だこれ。きちぃ、もうたっぷり。きちぃ、お痛み弱いと聞いたので。きちぃ、人生史上で多分5本の指に入る恥ずかしい瞬間かもしれない。恥ずかしい。ちょっとお姉さんの方見て。やだよ、どう、お前、お前は監督か。これからこの上にラップしていきます。はい、すみません、あのラップじゃなくて、あのラツプ。ラツプで。ラツプ。お前誰。脇毛ある男性とない男性どっちが好きですか。ある人の方が好きです。あ、そう。意外ですか。よかったね、さ、そってこない。いや、よかった。海外とかってさ、その脇毛やっぱない方がいいっていう人が多いけど、ね、日本はやっぱそうじゃない。意外と脇毛ある方がいいんだ。結構難しいやと思う。毛の問題、どこを残してどこを。俺はなんかハゲは嫌だとか言われるし。確かに。だから毛は全部あった方がいい。基本毛はあった方がいい、ね、日本によっては。だからさ、頭残しといてよ、うるせえ。こんな感じで。はい、ありがとうございます。20分後に。ありがとうございます。20分放置です、ね、はい、今まで。
で準備できたので、これから先生呼んでいきます。お願いします。さあ、じゃあもうこれから施術が始まります。マジっすか。脇に、おお、すげえ上がってきた。すごい。サダの脇がカメラにどんどん近づいてってるよ、かすかに。サダコが並ぶ。めっちゃ上がる。サダコが、お前ほんとやばいな。じゃあ、サダさん、はい、早速っていこうと思うんですが、はい、心の準備大丈夫そうですか。なんかちょっと怒ってます。いや、ちょっと不機嫌です。怖いな、だって。じゃあ、サダさん、痛みにすごく、はい、痛みが嫌だってことだったん で、 そうなんです。より痛み少なくするために正気麻酔って吸われたことありますか。はい、ないっす。ないっすか。はい、まあ、笑う気って書くんですけど、はい、ちょっとふわふわして落ち着いた気分になって、はい、痛みも少なくなる麻酔があるんで、気持ちよく危ないやつ、気持ちよくなっちゃう。ハイになるやつじゃなくて、違法ではない。違法ではない。今では使用許可を取ってるんですよ。普通に呼吸したらいいですか。鼻で深く、鼻で吸って口でやってみて、これ で、 で少しふわっとしてきてました。徐々にふわつとします。気づけば発揮は、あなたは天国にいる。そこはまるで楽園のよう。ちょっと笑ってないで。この絵面マジシュールだな。脇には保冷剤、鼻にはチューブ。だいぶビビってる。彼は一体何をされてるのか。ここから動画見始めた人は。じゃあ、澤さん、早速ですが、はい、右脇お借りしちゃってよろしいですか。はい、いいです。あ、いや、あの毛の範囲が結構広めですね。先生結構大胆に、大胆に触っちゃいます。なんかつむじみたいなの。ちょっとキャッサー先生、先生エッチです。マジで本当に。先生エッチです。エッチな目で見てます。ますね、ちょっと。もう早く終わりたい、これ。めっちゃ緊張する。いきます。これ痛い。全然です。あ、そう。すげえ。あ、じゃあもう全然大丈夫です。これも痛くないですか。全然大丈夫です。本当に。あ、じゃあもうちょっとチクッとした。ちょっとチクッとします。ちなみに喋ってるのと黙ってるのどっちが、はい、いや、喋ってるから。ヤスさんの滑らない話。いや、ヤスさんは本当に黙ってほしい。じゃあ笑うと力むから笑いたくないんだよ。ピロートークいらない俺の。ピロートークいらない。本当黙る。本当はちょっと嫌い俺。あ、右終わりです。そうだよ、知らないの。終わっちゃいます。終わっちゃってるって話なんですよ。先生のトークでもうあっていますよ。先生、いいですよ。いいですか。はい、行っちゃいましょう。行っちゃってください。プレイの続きをどうぞ。お前、黙ろう。ちょっと待って。お前、笑わせんだ。いや、俺らもうプレイじゃないから、もう施術だから。今、一つの作品を見てる気分。鼻に入ってなかったよ。プレイではない。現場にいる気分だから。お前、黙ろう、本当に。少年から大人に変わる。いいですね、いいですね。いや、多分聞いてきてますね、この吸ってる魔性が。聞いてます。そうですね。僕、顎の下の脂肪めっちゃ取りたいんですよ。あ、ここっすか。ここめっちゃ多いんですよ、ここ。それ全然吸えますよ。でも色白いから内出血目立っちゃう。あ、でも企画見せるかな。なんでいいっすね。YouTuber っすか。企画すればいいかじゃないですか。何を言ってるんですか。内出血企画にすればいいかが熱い。やばいよ。 YouTube を理解してる、ちゃんと。って言ってる間に終わりです。終わりました。え、ちなみに後半はマジで痛くない。でも喋った方が楽なかったと思うので、そういう方はちょっと喋って。いや、先生、どっちもいけるタイプ。トークも無料でついていきます。あ、すごい。そうなんです。オプションオプション付きなんですね。スマイルゼロ円みたいなね。じゃあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、本当に。はい、どうですか、実際。ほぼ何も感じないですね。あ、めちゃめちゃすごい。もう、結果が楽しみでしょうがない。結果はぜひ、第2回の脇汗を決定戦も。そうそう、そこで結果が近日開催されるんで、ぜひお願いします。今どう、状態。全然。え、でも、なんか来た時って何も変わってない。マジで。1週間ぐらいすると、だいぶ書かなくなってくる。正直、あの脇汗染み込んだ T シャツを着るのは非常に抵抗があった。カレーの T シャツ、なんで俺忘れたんだろうって正直思ってる。まあ、もうこれも書かなくなるので、はい、ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。てか、ちょっとこれあれなんですけど、はい、全然関係ないですけど、はい、さっき施術終わって出たら、はい、たまたまですよ、はい、たまたま女性デスターにお会いして、はい、ちょっとなんか一応動画出てくれるみたいな。女性しか珍しいですよ。患者さんいいですか。いいですか。ぜひ女性デスター呼んでいただいて。いいです。お願いします。はい、そうですね。動画出てくる。真ん中に。動画出てくる。真ん中に女性デスター。え、先ほど僕がまさかデスターさせていただいた患者さん、デスターさんなんですか。はい、子供といつも。お子さん、マジっすか。ありがとうございます。嬉しいっすね。ありがとうございます。嬉しいっす。デスターした。デスターした。デスターした。女性デスター。今日ちなみに何の施術をされたんですか。脇汗ですか。違う。あ、違う。二重の。あ、二重。施術してきました。少し一回メガネ外していただいて、左ちょっとね、たるみがあったので少し幅広に設定して。あ、全然わかんないっすね。今日やってこれ全然わかんない。めちゃめちゃちょうどよかった。今日やったばかりですか。今日やったばかり。さっき、あ、じゃあ二重の施術もやられてる、はい、
もちろんです、そうむしろメインでやってます。あ、そうなんですね。そうなんです。じゃあぜひ、ね、これの女性、まあ、僕らも女子会なんで元々あれですけど、はい、男性の女性もいらっしゃればぜひね DCB さんにお越しいただき、はい、やってもらいたい。お願いします。いや、めちゃめちゃ可愛いです。めちゃ綺麗。いや、やっぱりね、サワヤの女性でした。可愛い。いや、可愛い。本当に可愛いですね。うわ、きっとお子さんも危ない。そういうお子さんも可愛いだろうな。可愛いだろうな。可愛いだろうな。そういう趣味でやめろって。はい、では皆さんね、はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。こちら TCB のクリニックのホームページのリンク、こちら動画の概要欄に貼っておくので皆さんぜひねチェックしてみてください。あともう一点、大ちゃん先生のね、チャンネルにも僕らで、ね、コラボさせていただいてるんでね、そちらもねぜひねチェックよろしくお願いいたします。ということで本日もね最後までご視聴ありがとうございました。女性ですので、ね、すごく素晴らしい一日になりました。皆さんね最後までご視聴ありがとうございました。本当にまたね次回の動画でお会いしましょう。ブワー。